可愛いよ、知ってるよ。早めですね、今日。今日早めです。今日何時までよ、半までかな、半までやりますね、半まで。らしいメンバーですよ、私半まで。課金された。確かに周年に近い。知ってたのか声マシ、声はね、だいぶマシになった。もう本当にマシになった。なんか鼻声になって、次はなんか鼻水がめっちゃ出るの鼻声みたいな。なんか前の声おかしいのは喉が、イガイガの喉がおかしい、喉の声が出ないもう一回風邪ひいたのかな、わかんない。なんか普通に風邪って感じ。よーね、いやいや怪我して、怪我して、いいよいいよ。メンバーですよ、メンバーだからオッケーお疲れ、ハロー。なんじくもうねもう2週間ぐらい経った。なんか最初の第1波から第1波から第1波レナ風からもう2週間経ってんのうん今夜も焼肉でした。鼻は詰まってないかも。うん、わかんない。なんかアレルギー症状みたいな。くしゃみもめっちゃ出る、くしゃみ出る。でもこの家に来てからくしゃみだから、猫とかかなの可能性もあります。まあなんか 治ったと治ったと思ったら全く治んなくて。あ、魔法の水ありがとう。いいな何ラーメン、何ラーメンなの。いいな、いいな。今日は何分並ぶのねえ、なかなかね、治んない。今日かいね、失礼よー。ポニーにしました、暑かったから。でもこっちの方が全然暑さがマシで、名古屋は本当に暑すぎてこっちやばい、あの全然マシ。でもなんか咳が一番やばいかな魔法の水で咳治すね、生魔法の水うん、でもわかんない、多分ね風邪だと思う。風邪もう一回ひいちゃったのかな。気をつけ、いよっさらに食べたくなってきたの。いいでしょ、焼肉マント、いいでしょ、いいでしょ。え、ほんとに並んでんのなあ、なんでそろそろ来る、そろそろ歴史刻める。39度やばい。え、そう、今日マリンだった。昨日は中学からの幼なじ、あ、保育園からの幼なじみの子と会ってて、今日はマリン。昨日は夜ご飯は家族でしたよ。家族と食べて、夜ご飯食べた後にドライブに行きました、親友と。今日は夜ご飯、マリンと。
エスキアキーナ大富豪教えて、難しい、英語して、よー、会いたい、かわいい、色がいいよね、これ。七夕はいつだっけなんか今日ね、あの病院でもらった咳止めを飲もうとしたの。そしたらあの家にあったやつなんだけど、そしたらなんかあの幼児用を飲んじゃって、その隣の袋が大人用の薬だったのに、幼児用を飲んだ後に気づいて、隣に大人用、あの咳止めもう子供用しかないのか、こら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 、子供用しかないのかと思ってて、最悪でしたね。子供用飲んじゃって、でも聞いてんのか、ちょっと聞いた気がする、気がしてーってなってるなんでしょう、何のご飯だろう。猫さんたち、マンス3匹いる、4分の3いるね今。リー君は1回かな焼肉食べに行くと、私いるよ、一人ね、一人だけ。ブーちゃんの散歩行けなくて、結局なんか髪の毛とかいろいろやってたら時間が来ちゃって、結局行けてないです。今から行くかも。ワンちゃん今日大好き、やだいや田んぼ道よりいい場所だから。確かにドライブって言えないよね、田んぼ道走ってたら。今日がいいねよここにて、今日天気良かった、今日聞いた、ちょっとだけ聞いた、なんかね、四角い薬だった、真四角、喉に刺さらないかなと思って、二つの飲まないとなんだけど、二つ喉に刺さらないかなと思って。今日も可愛いしてるよううん、頭から子供やめろちょっとしか聞いてないから。あ、手形が時期に変わったんだ。そうそう、なんかね変わったんですよね小バは猫は行かないね、散歩。でもなんかブー太郎もなんかあんまり散歩しなくて、歩かなくて、そうなんですよ。サソリ座わかんない、サソリ座、夏の大三角形しかわかりません、夏の大三角形しかわかんない、それ以外。ダイエットしないと最近なんかダイエットしてなさすぎてやばくて、本当にやばいんだよね。ね、バリニャン、バリニャン、バリニャン、バリ、おいで。から着替えちゃった。チキね、いいよね。え、いいじゃん、兵庫でずんどや食べるの。いいじゃん、いいじゃん。レノ版は、兵庫のずんどやだと。あれだよ、レナが行った場所かもよ。わかんないけど。出るかもしれないよ。ファンの人はそういうのがいいんでしょ違うの？うんうん。そう、あのアスファルトが焦げてるから、焦げてはないけど暑いから、ブーちゃんのムニムニ、足のムニムニが焦げちゃうから、太陽が引いてから散歩に行きますね、夏は。ストレス溜まってるかな、どうだろう。家の中ででもずっとはしゃいでる、ずっと走ってるから地機械あんまりわかんないんだよね、もうわかんない。さすがにさ、今申し込む、いろいろたくさん書いてない、いろいろたくさん申し込んでねポニテだよ今日。あとこの間美容院でね、顔周り切ったから頑張って顔周り出したんですよ。
後ろの毛と混ざって顔周り難しくて出すのが、なんか美容院帰りはさあるあるじゃん、こう切ったままでさ帰ってこれるからいいけど兵庫いいとこ多いよ、なんだろう姫路城と淡路島しかわからないけど、兵庫ずんの絵多いからね、兵庫だけだから、兵庫出身だから。ヒポニって似合ってんの、本当にめんどくさい時だよ。いいなタコパ、いいな、うんうん、協定所あるね、あるある、行かないなそこらへんは。予約するね、ありがとうありがとうどうしてどうして、いやこっちの方がいい焦げ、そうブーちゃんね色焦げてるけど、みんなポニテ好きだね姫路城笑うな笑うな怒られた、うるさ、見てる人はなんかみんな好きなのか、気になることも好きですは What?ポニーテールしてる女の子やめてよ、取らないでやめてください、爪立てないでください、僕の筆箱が狙われましたバリーニャに声がねでしょ、ワンサービスだったイメージ上白いからねいいよね、あんまり行かないけど入ったことないし、中にも淡路島もあんまり行かないかな、最後に行ったの去年の夏かも、みんなでドライブで行きました、朝から行った、楽しかった、めっちゃ朝ごはん食べて帰ってきた覚えがある、だから何もしてない、どこでもできることを淡路島でしただけ、ね、エアコンとかずっとつけてるエレナさ、暑がり暑がりすぎて暑いよね今日チェックしてるみんな綺麗なこの筆箱だった高校の時、可愛いでしょ、ほら見てハート心臓入りダルメシアン、ワンちゃん、ワンちゃんです、耳にピアスつけてたの、ここにね、なんだけどピアス閉じちゃったから取りました、使わないから、懐かしい腕箱そのまんまですね中がなんか前もいじった気がする、懐かしいとか言いながらサインと何があんのだ、イメージはね、あの中に入ったことないですね、そうめっちゃ綺麗、白鷺言われてる、イメージが白いか限らん面白いのなんかみんなめっちゃ言ってくる、だから限らん白い、イメージみたいに白い真っ白じゃん、もうエアコンとかマジで本当に白歩き入ったかだよね、入らないよね、むしろ、でも名古屋城は入ろうとしたことがあって1回だけ、全然 SK に加入する前に、なんだけど工事してて入れなかったのか、そう心臓入りなの、多分ただのハートなんだけどね、心臓これをなんかここポッケがあるのね、ここにずっとしまっておいてたんだけど、友達にこうやって出されんの、そういう時は怒ってました出さないで、心臓出さないでって、
え、マジエアコンとか本当に一生つけてる。つけてないと本当にね。淡路島3分ってどういうこと。そうだ、 JK マジみんなこれ、みんなこれでした。みんなこれのお猿さんとかいろいろあったの。猫もいたし、みんないろいろ持ってた。やばい、これちょっとやめて。やめてください、バリちゃん。80分待ちやばいね。ねえ、バーリーちゃん、あーもう、あーやられました、落ちました。ダルメシアン落ちた後は遊ばへんくせに、落とすだけ起こして落として。半までです、半まで。今日は半に以降やりません。こっちに帰ってきてるけど忙しくて、ね、忙しいですよ本当に。なんか忙しいよね。こっちに帰ってきて携帯が2つあるからダンスがめっちゃしやすくて、1台はテレビにつなげて、こっちはタイプ C だから、あのコードがまだないから、こっちで定点を見ながらダンスができるからめっちゃいい。立ち位置とかも見ながら。かわいい、してるよスタルミシアン、あ、ライオンいたね、ふさふさだった。プーさんいんのこれ、プーさんでも、ね、寝てるんだよ、お昼寝中。こら、うるさい、やめて、バーリーバーリー、もーちゃん、もーちゃんおいで、かわいそうに。11時半の予定ってこと。忙しいね、売れっ子すぎてごめん、売れっ子すぎてごめんすぎるわって感じで忙しいんですけど、でなんかメールの返信とかでなんか暇なんかみたいな来んねんけどちゃんと忙しいですって感じですよね、私もね。そう、気を使った、早く寝れるように。エレナは家帰ったら昨日の夜中の3時半ぐらいまでダンスしとったんやけど、3時半ぐらいになんか飲み物飲んで、普通に水飲んで冷蔵庫を物色したね。あ、久々のお家だなと思って、冷蔵庫見てないなと思って、冷蔵庫見たらさくらんぼが5個ぐらいあって、おじいちゃんから毎年大量の美味しいさくらんぼが届くんですけど、2箱ぐらいなんだけど、なんかちょっと前にお母さんが電話で、あー、さくらんぼ届いたのにみたいな、食べれなかったね今回みたいな言われて、で今回帰れたからなんかもうないと思ってて、さくらんぼなんやけど、物色したら冷蔵庫開けて顔突っ込んで、ね、なんかあるかなと思って、そしたら3時半にさくらんぼ5個ぐらい、最後の1個、あ、間違った、最後の5個を見つけて食べました、夜中にバグバグと。メロンはなかったけど、そう見られた。え、ブーちゃんがほんまにな、なんかレナがダンス踊っとったらなんかめっちゃ変な顔して見てくんね、なんか何してんのやろみたいな感じの顔で見てくる。5時から。課題持ってきてない。怪我して、いいよ。いいよ。暇なんみたいな、なんか大丈夫ですかみたいな言われるんですけど、ちゃんと忙しいんです私だって。だって言わへんやん、それ返信できひんやん、みんなの返信にあれの返信できひんやん、だからさ、かきれで忙しくないんでしょ、暇なのみたいな、ちゃんとダンスでやってねみたいなやってないでしょみたいな言われるってちょっと悲しかったです。だから忙しいから頑張れって言ってほしいです。そうそうだよ、メールだけ見たらね、そう
でも楽しそうなメールでしょ、最近のレナさんは。美味しいものと美味しい飲み物をたくさん、みんなに、平日の仕事で疲れているみんなに。送りつけてやっていますよ最近は。さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼって言います。え、何、なんて言う、さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼ、わからへん。そう、呼ばない、もう朝方やで、3時半とか冷蔵庫開けて、なんかあるかな、何もねえなこの家とか思って。あ、これは誰でしょう、名前。覚えたろうね。教授よあ、グッズですね、グッズ。私のグッズがあのゴジレナになっちゃってたんですけど、あのちゃんと修正してもらって多分間に合うとのことなので、ゲットしてください。レナのやつが一番新しいんちゃう、だから柿本の音がね、治って。いや、レナもさ、もっと早くに気づいとけばね、もうちょっと早く言えたんですけど。知ってるよ、知らんけど。確かに、確かにやな、それはアンチやんな。ね、ちょっとね、暇って思われてますね。まあまあ、そう思われても仕方ないでしょうっていうメール送ってるから。コーナーやめて、ボールペンで遊んでます次は。やった、みんな頑張れ。嬉しい、頑張れなちゃんです。みんな皆さん優しいですね、みんなね。頑張らんでもいいや、いや頑張らなかったらもう私はやばいですからね。ゴジメール解読。最近はだからゴジレナにならないように件名と写真だけ送ってる、漢文と。小学生かと思った。なんか虫パン食べたよってやろうと思って、虫って打ったらあの虫の絵文字がいっぱい出てきたの。あ、じゃあもうこれでいいやと思ってポチって押して、と思わせてって書いた。アドリブ、メールの返信忘れてた、いいよ全然。そう、解明させたと思わせといてね。コメントの時差がありすぎて、みんながどのコメントに何言ってるか分かんなくなった。かわいい、やるよ、おっつー。本当だ、あと1分だった。頑張ってください。いや頑張れな、ありがとう。泣いてる、嘘、猫泣いてた、そんな、何言った、嘘嘘嘘、泣いてた。限りの言わなかったら多分ね販売してたと思う、そのまま多分ね。ゴジレナ恐れてる最近は。そう、最近恐れてんの。ね、最近のなんかレナってよく最近さとか言うんだけど、メールとかでも文でね、なんだっけ。あの、もうやだ、あのね、あの菌の細菌になっちゃうの、感染するみたいな、感染の細菌にごじります。咳ねしちゃうの、めっちゃ。いやレナだって5時には気をつけてるの、なのにあんなにごじっちゃう。私もワッツだぜ、ほんとに。
パンツだよって感じで、本当にゴジメールがいいのもうゴジりすぎてやばいよそっとじやめろ、そっとじ配信ありがとう。あ、みんなもうレナのためにおやすみお米を送ってくれてた可愛いでしょ。え、誰もわかんないの、この猫誰だと思うって言ったのに、そのコメントを探して見てたら誰も答えてなかった。今日は下まつげだけまつげマスカラ塗った、上はまつげ美容液。マツパ行かないとね、みんなも行こうね。マツパ月1だから。7月8日制服の目レナだけオンラインで後ろのスクリーンでレナは家から踊りますね泣いてた猫、嘘やお疲れね、大富豪のルール分からへんねんな、まだ。まあ私は吸収能力が高いので大丈夫です。みんな解読してくれるような誤字を。ちょっと映ってる、毛づくろいしてます、自分で。であれで毛をいっぱい食べて、おえってするんですよ、人の服の上とかでね、するんですよ。見て最近の方それなグッズの誤字やばいよな、あれ。そう、吐き出すんですよ、毛玉を毛づくろいして。なんか毛づくろいじゃなくて、あの吐き出さへん餌とかをちゃんと食べさせるようにしとんのに、その餌を吐くっていう、やばない。そのなんか餌、その猫飼ってる人はわかると思うけど、なんか吐かへんようにするご飯があるんだけどあるんですよ、猫にも。最近とか使ったことないから使わへんやろ普通に普段最近に感染しましたとかさ普通使わへんやん。やのになんか最近何々があってんの方の最近を使おうと思ったら、なんかね、感染しましたみたいなになっちゃうっていう。そう、154センチ、それめっちゃ言われる。身長高いイメージってめっちゃ言われます。ワットワットって感じだよひそ汁やめて、マジ気をつけとんねん、ほんまにめっちゃ気をつけとんねんけど、なんであんなこじってもんやろ、分からへんねんな。 C? たまえたまえたまちゃん、もしかしてせんかいよろしく、わーい。もうみんないつだっけな、あれまだそれを公開されてないか。うんうん、ネイルは行かないですね行けないです。高校の時言ってたけど爪弱いんだよね、だから言ってた松屋には行かないで松葉に行ってリモート公演そうだよ、みんなはみんなは劇場にいておかきれな後ろのモニター。そう、毛玉をね吐き出すの、悪気ない終わります、喋ってずっとね好きでちゃう、餌の匂いする餌です、もう餌だもんほぼ。
餌、そういう餌を食べてる餌を吐き出すっていうね、矛盾が起きている。それ吐き出さないようにその餌を食べてるのに、その餌をまんま普通に吐き出すっていうね。服の上とかでね吐き出される、服とか放置するじゃん。そう、そしたらね、あとなんかこの家、この部屋あんまり扉を私が出たら閉めてレナ下に行くんだけど、その時にあの何、その時に閉めるから、部屋にゲボされるの嫌じゃん。だからもう餌まみれになるの嫌だから、だからね、あの何ねね閉めるんですよ、扉を閉めるんだけど、開けるのこの人たち、のびーんってしてガチャって、やめてーみたいな、気づいたら開いてて、でもレナ名古屋にいるでしょ普段、だからもう制御できない。でも兵庫に行った時はずっと開いてるたびに猫をはいはい出て出てって言ってガチャって閉めてたんだけど、無理でじゃんそんなの、無理でしょ。メス1匹オス3匹うん、本当にやばい。え、時間は大丈夫、ダンスしようと思ってお母さんを迎えに行くんだよ10時ぐらい、11時ぐらいにね、うん、それまで一回ダンスしてんで一生気にしなくていい、本当に気にするよでもうん、多分これ読む頃に40分になってる、38分セーフ、何がセーフだよとか8分も回してる。栄養ビタミンだっけ、爪ってなんだっけ、なんかタンパク質みたいな話で中学の先生に、なんか髪の毛と爪はタンパク質じゃねえみたいな言われて、カルシウムか、カルシウムじゃねえんだみたいな。なんかレナってよく骨折するじゃん、でなんかその先生になんかあのダンバスの顧問の先生で、それが担任のクラスの先生だと3年生の時に、中3の時にね、でなんかレナってみたいな、めっちゃ骨折れるんですけど爪もめっちゃ割れるんですよみたいな、だから骨が弱いんですよみたいな、骨系が弱いんですよみたいな言ったら、なんかあの爪はカルシウムじゃねえみたいな、めっちゃ言われて、だるーと思ってだるーだるーって思いましたね。何か分からん、タンパク質か、髪の毛と爪は、うんうん、ね、そうなの、昼夜逆転もマジで直さないとダメ、本当に。だけど気づいたらなんかダンスって踊ってたらさ、なんか夜中になっちゃうの。え、あとさ、なんかあのこういうさ、あの公演の練習とかもするわけじゃないですか。そうなったらなんかあの何、なんかその一曲を練習とかで、例えばフェス、この間のフェスだったら夜中に練習を始めても、なんか1曲ずつやっても7曲じゃん。なんだっけ、公演ってなったらさ、フルで十何曲全部通さないと嫌なのね。例えば頭ブロックやって、でその後によしお風呂入って寝る準備しようってできなくて、全部アンコールまでやってよしお風呂入ろうってなったら、気づいたらもう朝になっちゃってるみたいな感じね、終わっちゃうのって言ってから10分経ってるけどね手形がチキン買ったのかな、それ以外大丈夫か大事に、ありがとう、配信始まったばっか鬼門だからゲロまみれになるこの部屋鬼門やばい、吹けないし限りの笑顔見れてよかよかったですか？いや、やばいからね、猫飼ってる人あるあるじゃないかな、結構本当にもう家の中やばい、階段とかもやばいし、廊下とかももうお母さんとかもやばいもん。え、しかもなんか男の人が多いんですよ私の家族って、あの何もしないのね、男兄弟もだし、何もしなくても私も何もしないんですけど、家にいる男が何もしなくて
だからなんかお母さんが買い物から帰ってきて、なんかもう階段とかなんかあの廊下とか部屋とか布団の上とかにあのもうねわっちゃーってなってたな。ずっと怒ってる。何この家の人たちはなんで何もしないのみたいな、よくこんな汚いところで入れるわねとかずっと言いながら吹いてる。めっちゃおもろいよね。そうドア開けんのちゃんとね、猫さんたち開けるんですよ。ベッドの上に履かれるの、洋服じゃなくても階段とかにもね普通に。兵庫で今のところ G は見てない。あ今日ねあの歩いてたのね、さっきそしたらカエルを見ました。カエル親友がめっちゃ怖がってた。カエルやんって言って、名古屋ゴキやばいからみたいな、ゴキ自慢しといた。カエルがねピョンピョンって言ってました。逆に名古屋でカエルは見えへんけど。伸びんガチャってするね。そうお母さん。ほら。うん。ご飯食べに行かない。ご飯食べたからね。ってのは普通にね駅まで迎えに行く。え、タンパク質でしょ。これカルシウムじゃないんだって。カルシウム骨だけだよ。ほらほらほらね。でね、レナもね言ったの担任の先生、そしたらね騙された。タンパク質じゃ、タンパク質だからみたいな言われて。あケラチンだって違うらしい。ちょっとよく分かんなかった。心は折れません。もろよく折れてるけど、ね、喉直さないと。いいなラーメン。え、最近ラーメン食べてない。明日はお寿司かラーメンがいいなって言ってみます。言ってみます。明日そういう風に太っちゃう。今んとこでも一日一食だから毎日。まあまあまあ、でも一日一食の方が太るってよく言うよね。そう遅くなっちゃうの。え、昼間もね通すよ。でも昼間はなんかあの細かいところをやってる。そしたら時間なくなっちゃうんだよね。あとなんか暑くなって、あのさ昼間って汗かけないじゃん。だから今日もあのご飯行く前に着替える前ダンス踊ってたんだけど、メイクする前に汗かきたくないと思って、まあ汗かいたんだけど、だけどそんななんかお風呂に入りたくなるほど汗かかないじゃん。かきたくないじゃん。アンコールコールってめっちゃあれじゃん。やんない MC。 おいあかり全部一人でやってんのおもろ。めっちゃプロじゃん。プロ意識高すぎて逆に嫌だな、なんかそこまでやってたら。え、本当にダンス、え、マジで。でも全然下手ですね、ダンス。本当に下手すぎてやばい。なんか最初はなんかあのダンスってなんかあの自分の中ではできる範囲だと思ってたのね。別に上手いとかそういうのやったことないからさ、なんだけど、そのなんか教えられたものはできるようになっていく、できるようになると思ってたんだけど、なんだけどなんかダンスって本当に難しくて、なんかやったことない足の角度とかあるのね。なんか最初、今はさなんかよく出てくる足の角度とかあるんだけど、足の角度とかみんなに言ってんのやばい。あるんだけど、なんかあの難しいんですよ本当に。そう、難しいの、難しいんですよ。確かにこの時間だと結構来てくれるね。早くに、そう毎日掃除しないと本当にね、咳やばい。わろん、そろそろん。そう、ママね本当に頑張ってる。うん、シール買ってたね。何出た？ドア開けれないの？めっちゃドア開けてくんの？そう、めっちゃドア開けてくる。申し訳なさい、今日ってたら。かわいい。いや、マジ申し訳なさそうとか全然関係ないからね。余韻あるんですよ。猫のさ、ゲーってさ、あの、おえ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 、みたいな。
なんかあの、で、あのその時にレナがおれば例えばなんかベッドの上で一緒に猫が寝とって「おえおえ」って始まったらあの床に下ろせるんやけど、それレナがおらん、人がおらん時やったら「ここでせんといて」っていうあの余韻の時に、余韻じゃないな、あの前あの予兆の時にあのどかせへんから、それが困るねんなそう大変ほんまにお母さんはそう帰ろうったでもなんか大きかった結構、分からへん、でもカエルでしたファーリーやめてマジやばいほんまに、ほんまにやばいんですよ。職員さんありがとうございますえ、なんでもいいラーメンラーメンならなんだろうな、うん、ずんだやかな、やっぱくら寿司行きたい最近くら寿司行ってない。いやマジでさ、兵庫にいる時本当にくら寿司好きすぎて、お母さんと弟とお父さんとレナでくら寿司マジで1週間に1回ぐらい行ってた先週の何曜日もくら寿司やったよなとか言ってポテト爆食い、寝てるからね一食で、ああコメントが動いちゃったよリーくん、バリちゃん、モモちゃん、チャコちゃん絶対覚えられへん。 MC までやってたらめっちゃおもろくない、一人で今日は何ということで、メンバーにこれを聞いていきたいと思うんですけどたこ焼き食べたい、たこ焼き食べてない、銀だこ食べたいって言っちゃダメかね、兵庫の人がね。牡蠣も大丈夫ですか、本当にえマジ教えてあげるよその角度めっちゃね、レナ本当にやったことない角度で、そうやったことない角度で、マジみんなに、みんなもできないと思う。え、マジさ、え、次の9月のさ、握手かトーク来る人は、あの、や、足の角度教えてって言って。レナがやってあげるから。足の角度レッスン。マジむずいんだって。曲中にそれがね、出てきたら難しいの。おやすみ。え、いいじゃんシーザーいいじゃん、好きだよ結構レナはいや、やらないよ、もう終わるね終わります、ありがとうございました。っていうかコメントがね追いつかなくて終わるって言ってるんだけどね。スガキアはノーマルしか食べたことないなそうベッドでね、え、もうそんなに何回もだよ、だってずっと毛づくろいしてるんだもん。たくさん見てきたから大丈夫、本当に。おつ、いやだけヘビ、うん、ヘビなんか見てないよん、そうなのそう本当にそう、そうフローリングだといいの、服だけじゃん、嫌だよそれも嫌だけど、そのおえおえの時に布団とか絨毯にいたら本当に一瞬で動かすマジでめっちゃ怒れるね、ダメージクソデカだよね、ってなる。コメント読むの51分セーフ、50分です、危ない危ない。最高何皿、何皿だろう、最高でしょお寿司、うわ何皿だろう、7とかかな、じゃあ10で、あの試写誤入して試写誤入して10で、はぁ、くら寿司ってポテト食べない人とかダメだから、友達になれない、ダメなの、ダメだよ本当、ダメだよ。でも最近くら寿司、くら寿司ってなんかポテトが2種類あって、あとちょっと前にあのケチャップがなくなっちゃって、ケチャップあったんだけどね、なくなっちゃった。
半、すいません。半とは。じゃあ、半。もう、はる、わかってる。コメントが思いつかない。苦しい。やっちゃったよ。いいな、くるずしって言ってたね。いいな、食べたいレナも。3問3問。うん。え、だよね。銀だこ、マジ、たこ焼き界隈一番美味しいんじゃないの。まあ、あれはたこ焼き界隈って言っていいのかわからないけど。スシロー全然行かないんだよね。うんうん。スシローに全然行かなくて、あんまり。くらずし派。な、確かに兵庫だったら明石焼きって言わないとダメか。確かに銀だこあげてるよね。あげてんだよね。あげてんのが美味しいんだよね。まあ、あげてないたこ焼きも美味しいよね。足見えないか、遠くと握手。9月何着よう。迷いますね。生誕ティーかな。でも生誕ティーか。なんかあと着てないやつあったっけな。なんだろう、ないな、わかんない。どうしようね。あー、もうコメントがめっちゃ動いちゃう。フィッシングで出るから9月やっぱり。ははだるいな。だるいだるい。さよなら、またね、お疲れー、ありがとう。いや、いいね、このコメントの流れ。あれ、あの、おやすみとかありがとうって言ってくれる感じいいですね。 See you next illusion です。追いつきました、やっと。アディショナルタイム終了。永遠に追いつかない。バレない。おやすみ。バーイ。またねー。お疲れー。バイバーイ。バレない。おやすみ。バイバーイ。バレない。バイバーイ。おやすみ。第2部今日はなしでございます。やること多いので、忙しいので、暇じゃないですよ。私、兵庫にいますけどね。暇じゃないので、暇じゃないので、暇じゃないので。メール送りますね。さよなら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 。だんだん縮まってきて、またねー。かわいい顔でしょ、知ってるよ。あ、ニュースサランっていう。ニュースサランだよ、ニュースサラン。40巻食べますよ。さよならさよならさよなら。半まで起きしました。で、最初に何のネタ頼む。サーモン、サーモンとポテト。うん。死者誤入。死者誤入はレナのお気に入りだからね。はい。ありがとう。1分後に。バイバイキー、キラブーン。はま寿司行かないな。はま寿司行かないわ。うん。出したねー。シロンポテトのが100倍し。え？違うの？あの、レナ、こないだシロン行ったのね、ちょっと前に。行ってポテト頼んだらめっちゃ焦げてて。焦げてて、だから、あの、本当の焦げてないスシローのポテトをまだ食べたことがないの。だから次は、次行った時のポテトは焦げてないように祈ります。5ミリ大変。バイバーイ、バイバイベイビー。カルサブロシサーモン、ダンスがも、あー、やばいやばいやばい。あー、コメントがまた、待って。デスコ、ありがとう。バイバーイ。ガチャガチャしない。くら寿司。するときもある。コナンのときはした。ポテト食べて。お寿司とポテトは最強に合うよ。一人でそんなに食べたの？わかんない。そんなにかわかんないけど。お寿司待ってない。あ、マジわかんない。どんなのやつか。真ん中しかと、あ、美味しいよ。かっぱ寿司も行かないな。たこ焼きはしよう。へえ。
小焼き今短パンです。マイメロ着よっかな。じゃあでも9月でしょ、めっちゃ暑いよね。研究生 T もらえるのかな。あれだたちもらえなさそう。多分もらえたらそれ着よっかな分かんないけど。 JK の書き物さん見てみたい。え、あれ着よっかな。じゃあセーラー服みたいな。でも着たんですよ一回幕張で。セーラー服着ちゃって同じやつ着れないじゃん。まあ、着てもいいと思うけど、だからどうしようかなと思って言えなかった。えな、みおさんってやっぱデート行けるわ。ワープしそう。ビューン、うん、ちょっとした今。ビューンはしてないけど目で読んだえ待ってるのね。何したっけ色、生誕ティーの色分かんない。どっちだったっけ。白か。言わない方がいいのか。でも自分でも覚えてないんだ。ありがとう。落ちないよ。私に早く消えてもらう。おいで。うん。やすみー。あ、ええー、ちょっと鼻きだね。あ、やばい。何がやばいの。みんなも早く寝てくださいね。私が終わりますね、早く。はい、みんなメールの返信は、頑張ってねって。忙しいと思うけど頑張ってねって言ってくださいね。暇だろうって言わないでください。忙しいですからね。はい。謎の英語なポーズ。暇じゃないので、私ね。お忙しいなんでね。マジ本当に忙しい。マジで、今月マジで過去一来てくるかもしれない。でも毎月過去一忙しいんだよね。でもそんな忙しそうに見えないでしょ。ってことは今月もなんとかいけると思いますね。今月乗り切らないと俺の人生変わってくる。本当に。これガチだから。これガチ。これガチ。今月乗り切ったら、今月を、うまい感じ乗り切ったら俺の人生変わりますね。乗り切らなかったらここで悪い方に俺の人生変わる。あーもうコメントビューンビューンコメントビューンって感じですガチ。もう本当になんか頭パンクしそうで、てか体調がなんかとりあえずなんか戻ってほしい。ビューンしちゃいました、ごめんなさい。ちょ、正直に言うだけマシでしょ。正直に言うだけね正直に言うだけマシだと思います。うん、マジ俺の人生頑張る、乗り切ります。本気と書いてガチビューンしちゃいました、ごめんなさい。終わります。ビューンして間に合ったので終わります。今日は10時にね、もともと終わる予定だったから終わります。バイバーイ。10時のお知らせとも、お知らせとともにまだあと1時間ね、メール送れるのでね、送れますね。ノリと気合と根性で頑張りますね。ノリと気合と根性で作ってもらいますね。ワープしちゃった。あ、魔法の水ありがとうマジ頑張る。ビューンしちゃった。バイちゃん、おやすみ3食食べますちゃんとね。10時のお知らせです。正直に言います、迎えに行きますバイバイ、おつゅー、バイバーイ、早くよろしい、ありがとう、そ、間に合った、またね、おやすみメール待っててね、バイバーイ。あ、昨日おやすみメールごめんね、バイバーイ、お世話頑張ってバイバーイ暇じゃないですからね、暇じゃないですから、お世話、バイバーイ。どうしたね、4食食べるって言ってたのね、いつ食べる
バイバーイ。